ゼロ、バイオハザードが洋風かつ動的な怖さ、サイレントヒルが洋風かつ性的な怖さだとするならば、本作は和風でその両方を兼ね備えた怖さと言えるホラーアクションゲーム。日本が舞台であり、過去一家惨殺の起こったいわくつきの廃墟屋敷を探索するという設定自体はよくあるものながら、登場する敵が霊というのが特徴的。壁をすり抜けてくるので物理的な距離をとってやり過ごすということができませんし、倒す方法は銃や武器ではなく遮影機というカメラで撮影することとなっています。ということは、おぞましい表情をした霊を真正面から捉える必要があり、それがまた怖さを演出しています。ステージの雰囲気も見事に作り込まれており、ホラーゲームとしてはそれまでとは違ったジャンルの恐怖を築いた名作です。正直日本人はこういう恐怖演出の方が苦手な人が多いんじゃないでしょうか。怖がりな人はゲームを進められないレベルで怖いので、心してプレイしてみてください。ゼロシリーズは場の雰囲気が怖かったり、見えないのになんかいそうってドキドキさせられます。特に自分にとっての初代ゼロはアクションスキルが限りなく低かった頃だったのと、途中まで友達と回復薬やフィルムを使いまくったデータをもったいないと使い続けたせいで、常に弾薬と回復薬が不足する中、なんとかクリアしました。敵に何度もやられてはロードを繰り返したせいか、音量が実に恐ろしい存在に思えましたね。サイレン、あの恐ろしすぎて放送禁止となった CM が話題となった少し珍しい和風なホラーゲームです。昭和78年地方のとある山村で起きた惨劇に巻き込まれた人々のそれぞれの視点で描きます。 3D のフィールド押し人という人の慣れの果ての監視からこっそり逃れ、武器を手に入れ強大な力を持つボスに戦いを挑みます。とにかく雑魚の死人ですら強く、武器なしでは秒殺されるので、メタルギア以上に慎重に行動する必要があります。また、敵の視線をジャックできるので、それで敵の動きを読み行動することが、重要になります。他のホラーゲームと違い、銃器はほとんどないので、本当に怖いです。赤が強い背景に、さらに、時々鳴り響くサイレンが本当におどろおどろしいです。ストーリーも主人公たちの行動次第で変化するので、話によっては以前操作していた人がボスになるのは衝撃的です。まさにどうあがいても絶望のコピーにふさわしい背筋が凍る体験ができます。自分の姿が見えた？それが私の目から見たあなた。スイートホーム、マルサの女に続き伊丹十三監督のホラー映画を題材とした作品で、緊張感のあるホラー RPG になっています。正直、怖すぎて、夜に一人ではできませんでした。間宮夫人の呪いによって、屋敷に閉じ込められた5人の撮影隊が、屋敷から脱出すべく、謎を解き明かしていきます。撮影隊はそれぞれに特徴があり、使わないと進めないものもあるのですが、パーティは最大3人なので、パーティを考えて交代させながら進む必要があります。
HP がゼロになると本当に死んでしまって、進むのが辛くなりますし、エンディングにも影響してくるので、常に緊張感があります。後半は怖いよりかわいそうになってくる、いいストーリーでした。もともとがホラー作品なので、グロテスクな表現が多く、怖いもの見たさでチャレンジしても、いいかもしれません。当時怖くて夜プレイできなかった、ファミコングラフィックながら、衝撃的すぎた作品でした。バイオハザード。記念すべき本シリーズの1作目。時系列的にはゼロの直後となる作品です。アメリカの田舎町、ラクーンシティの郊外で、人食い事件が発生し、ラクーン市警の特殊部隊スターズの、メンバーが派遣されたものの、野犬の群れに襲われ、逃げ込んだ古びた洋館で、ゾンビに襲われ、という設定のアクションホラーゲームです。さて、本作の特徴といえば、やはり非常に高い難易度でしょう。操作性があまり良くないのも、恐怖心を煽るために、そうしたというのですから、計算され尽くした、アクションホラー作品としては、大成功と言えます。このゾンビやミュータントの溢れる館、ゾンビ化ウイルスという魅力的な設定から、同シリーズは1作目から大成功となり、様々な続編と似たような設定のゲームが大量に作られるようになりました。実写のオープニング、廊下のケルベロス、犬、首狩りという即死攻撃を持つ、ハンター、バイオ兵器、と、当時これまでのゲームになかった、恐怖感が素晴らしい作品でした。子供の頃めちゃくちゃ怖かった思い出があり、当時はハンターに遭遇し、ゲームオーバーにさせられ、DS の電源を切りました。クロックタワー。ホラー映画のテイストで、あの神出鬼没なシザーマンが、いつどこから出てくるかわからない。あのスリルと恐怖と焦燥がたまらない。グラフィックは、綺麗かつ雰囲気満点で、不気味な洋館で起こる様々なイベントは、洋風ホラー映画っぽくてスリル満点。キャラも不気味でシザーマンの他に、喋りながら襲ってくるオウムとう、様々なキャラが魅力的でしたよね。この作品は人気が高く、移植もされシリーズ化もされました。またラジオドラマや、小説等のメディア展開され、2008年に映画化の告知が出たが、その後音沙汰ないので、立ち消えになったらしいです。映画のポスターも作られたらしいのに、当時最高峰だったと思います。何から何まで徹底した存在で、操作感の悪さやワンテンポ遅れる行動、恐怖によって行動制限がかかる代わりに、通常操作ではできないことができたりと、ベタな驚かせ方や、シザーマンの滑稽な姿で、何度も現れては追いかけ回され、恐怖とイライラ感で、攻めてくるすごいゲームだったと思います。
ことぎりそう、蘇生編。過去にスーパーファミコンで発表された、ことぎりそう、かまいたちの夜は、サウンドノベルという、アドベンチャーとも一風変わった、言うなれば、やる小説、とでも言うべき、新ジャンルを確立しました。このサウンドノベルという手法は、当時非常に画期的で、プレイヤー、主人公の選択で、能動的に変化していくシナリオ、という紙媒体は決して不可能な手法は、ゲームクリエイターだけでなく、若き小説家やライターにも、大きな影響を与えました。その走りの音切り草のリメイクである本作は、ハードスペックの向上に伴う、ムービーやサウンドの進化に止まらず、シナリオの修正、追加が行われており、前作を遊んだ人でも楽しめる作りとなっています。エンディングを周回することで追加される、合計10以上のエンディングは、ホラーにとどまらず、コメディやナンセンス、さらにはちょっとエッチなものまでと、非常にバラエティに富んだものとなっています。重複ストーリーにならず、何周プレイしても内容が違うから飽きないし、怖さはスーファミ版でもかなりのもの。リメイクの PS 版はもっと怖かった。学校であった怖い話。主人公の高校に言い伝わる、七不思議をテーマにしたゲームです。七不思議の取材をしようとした主人公が、七人の生徒を集めて話を聞こうとしますが、最後の一人がいくら待っても来ません。そういったところから物語は始まります。集まった六人から順番に、七不思議を一つずつ語ってもらいます。ところがこの七不思議、誰から何番目に聞くか、って、聞ける話が全く別のものになります。聞ける話によっては、主人公が階段の中の人物として、巻き込まれているような話もあり、グラフィックも、語る人の顔が妙にリアルで、それだけで雰囲気が出ています。このゲームでは特定の手順を踏むことで、隠しシナリオを遊ぶことができます。この隠しシナリオは8つあり、一つずつ別の条件が設定されているため、すべて見ることはなかなか難しいです。当時のサウンドノベルとしてはシナリオ数が多く、6人の語り部たちの存在感も、それを盛り上げる隠しシナリオがあるので、周回プレイも悪くない。当時学生で学校は身近だったから、余計怖かった。中でも、逆さ女、仮面の少女、旧校舎の七人、美術室の絵、赤い糸、などが怖かったし、PS 版の学校であった怖い話 S も怖かった。PS だと、血生臭い水の謎、が怖かった。今日は、どんよりとした灰色の雲が空一面を埋め尽くし、いつ雨になってもおかしくない天気。吹く風もじめっとしていて、肌にまとわりついて離れない。なんでこんな日に薄暗い物質で怖い話を聞かなければならないのか。私は逃げ出したくなってきた。それでも自分の意志とは反対に足が物質の方へ勝手に向かっているのは、心のどこかで怖いもの見たさという思いがあるからかもしれない。